どうも、ありがとう今週も月曜日になりましたんで、今回はね、ホワイトボードを使って喋っていくんですが、えー、こちらのテーマ、自分の機嫌を取る方法についてね、喋っていこうかと思います。で、えっ、ー、と、最初だけね、ちょっと顔出して今喋ってますけど、この言葉というか、このテーマが聞いて、ある芸能人の方が思いつく方もしかしたらいるかもしれません。というのも、数年前に1ってきかな。 か何かで、みやぞんさんがね、自分の機嫌は自分で取るみたいな言葉をおっしゃられてで、ちょっとバズったんですね、あの言葉がね。で、多分それがね、ピンとくる方もいるかもしれないんですが、え今回は、順もすごく大事にしているとこなのと、まあ、6月さ、 苦しむよって話をしたじゃないですか。で、実際苦しんでる方多いと思うんですよ。まあ、テストもあったりとか、まあ、憂鬱になりがちだったり、うまくいかなかったり、勉強法にしてもね、いろんなことがうまく噛み合わないっていうんで悩んでる方もいると思うんですね。で、6月はいいんです。いっぱい悩んでください。いっぱい悩んでいっぱい苦しんでいい。いや、苦しんでいいって言い方もちょっと悪いけど、でも、その苦しみながら、その中で自分の機嫌を取る。機嫌を取るっていうのは、例えば不安だったり、イライラだったりっていうのを、こう、いい方向に持っていくっていうことね。いいかい 他人の何かの言葉によって弱く持っていることもあるんだけれども、自分の力で、そのね、マイナスに振られてる、気持ちのメーターがマイナスに行っちゃってるのを、プラスまで行かなくていいから、ゼロ、フラットな状態まで戻すっていう力をちょっと養ってほしい。で、それができるようになったら、学生のうちだけじゃない。社会人になってからとかも、すごくすごく生きてくるから、その力が。 なので、まあ、今回は別に論文を元にしたとかそういう話ではないんだけれども、実体験から思うこと、そして自分が実際にやってきたことっていうのを伝えていきますので、ぜひね、参考にしてみてください。そして、諸、えー、先輩方。あの、今回は学生の先輩だけじゃなくて、まあ、親御さんとかね、社会人の方も見ていただいているので、ぜひ皆さんが思う、自分のね、機嫌の取り方、私はこうやってるよとかね、 いうのをぜひコメント欄に書いてください。まあ、いつも言いますけど、自分が喋ることも、あの、参考にしてほしいんですが、皆さんが書いてくださるコメントをみんな読んでくれるんですよ。うちのユーザーの子たち。で読んでくれて、そっから感化されて、そっかっ、そのやり方やってみようみたいな。俺の動画の内容じゃないんかいみたいなことがね、起こるんですけど、それでいいんです。うちのチャンネルは。なので、ぜひね、人生の先輩方、コメント欄の方に皆さんのお考えを書いてくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、参ります ちょっ用意できなかった。それでは改めましてよろしくお願いします。で、今回は5つ項目があります。まあ、もしね、お時間ある方は動画1回止めて、俺が何を書こうとしてるか予想してみてください。あの、全部、もし正解したら、あの、ちょっと連絡ください <laughs>。あの、本当にすげえと思う。で、まずね、1つ目です。自分にほにゃららであること。で、これは先書きましょう。ちなみに、 今、今ね、36歳の俺からしたら多分一番大事にしてるのはこれです。自分にフェアであること。で、これちょっと分かりにくいので、少し説明はして。何かっていうと、例えばね、みんなテストがあるじゃないですか、テスト。で、じゃあどうしようかな。100点中、80点取ったとしますよね。100点中80点です。でもちろんさ、目指してる得点とか、 がさあるからこれを、まあ、高いって感じる方も低いっていう感じる方もいるかもそれは人のそれぞれの状況で違うんだけれどもこれをさ自分と、まあ、友達って書いとこうか友達がいるとするじゃんで同じような学力だと思って同じ学力もう同じ学力帯で同じようなところを目指してるみたいな感じだから本当似たもの同士ようがいるとするじゃんか。その時にさ 友達に対してよ。みんなが仲いい友達が80点取ってきたって時に、とさ80点もって言いません多分。80点も取るもすごいじゃんって言うはずなんよ。80点もって。で、これが自分になった時にどうなるか。80点もって言える方はもちろんいると思う。でもね、多分ね、言える方はね、あんま見てない気がする。この動画。だって今回サムネイルの時も、サムネイルとかにも載っけてるから。 自分のをを取るるる方方法もとちゃんと掴めてる方もいいい。わけよ、いっぱい今回の再生数あんま言ってないと思うんだけどこの動画に関してはでもこうやって自分の機嫌をとることがうまくできてないなって思ってるから多分見てくれてるはずだからさそういう方ってこっち歯科になるんだよね自分だと80点しか取れてないっていう言い換えると20点も間違ってるみたいなねこれさいい同じ状況なんだよ で自分と他人になった時にフェアじゃなくない同じことが起こってるのに。って、すごくこれを大事にしてる。いや、難しいこと言われてると思うかもしんない。俺も最初できなかったから、これ。でも、これを、こう、思い込めなくてもいいんだけど、選択肢として、しかって思うんだよ。自分のできないこととか自分のダメなことは一番自分がわかってるから。だからこっちに行っちゃうんだ青に。でも、 自分もって思う気持ちを両方持とうって思ってる。いいか、多分できる人はね、ここなくすことできるんよ、きっとこれ。持っていけるんだけど、俺は無理なの。今でも無理。だから自分、80点しかって思う自分はいるけれども、80点もって思う自分もちゃんと置いてあげてね、俺って思ってる。これが俺のフェアなの。俺の中では。本当はフェアじゃないよ、しかいるから。いい で、この気持ちはすごく大事にしてください。で、どうやって大事にするかっていうと、自分のことをね、何かがあったときに、まあその大会とか特定テストとかいろんなことがあったときに、自分を落としてしまう。いいか自分を、評価を落としてるときに、それを身近な人が同じことになったら、そうやって言うのかなって考えるんよ。例えば、まあ俺のさ、YouTube の動画って再生数多くないでしょ平均再生数は多くないわけよ。 だけど、それをさ、じゃあ例えば、先週の月曜日撮った動画とか今10万再生いったのよ。10万再生。これさ、うちのチャンネルにしたらめちゃめちゃ多いの。1週間で10万再生は。でもさ、登録者も150万弱いるんよ、このチャンネル。普通に150万弱いたらさ、もっと回るやん。本当は。だから、もっと回るから、いやいや、10万再生言ってるけど、10万再生しか回ってないじゃんって思うわけ。自分の中では。思う自分がいるの。 でも、もし同じようなチャンネルをやってて、同じようなやり方をしてるその仲いい YouTuber がいたとするじゃんか。そいつに10万再生しか回ってねえじゃんって言わないもん、俺。10万再生も回ったすごいじゃん。いい動画だったんじゃんって言ってあげるし。じゃそれを言えるんだったら自分にも言ってやれよって思う。それをね、みんな思ってほしい。いい。その感じがかな。あ、自分を落としたときに、あ、自分の中で落としてるってまず自覚するんだよ。でも、これはできる、絶対に。 今自分を落としてんなってだからそれを友達とか仲いい人とかわかんない身近な人とかに言うのかなって考えてごらんで言わねえなってじゃあ何て言うのってえ10万再生もって言うじゃんって思ったらそれを自分にも言ってあげれたらいいなって完全に言えなくていいから消せなくていいから歯科に関してはでもそうやって10万再生もできたんじゃんちょっと自分を褒めてあげてもいいかなっていうのはぜひ大事にしてください これは一朝一夕には治らないよすぐには変わらない俺しばらくかかったもんこれできるようになるのに相当やったから特訓いいでも変われるみんなはさ今の配置を見てるから信じられないと思うんだよいや俺がねこんなねしかとかズーンズーンズーンって押してた人間だと思わないと思うんだけどあのねみんなが想像してる100倍ぐらい膨らましていいよってぐらいにめちゃ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 ネガティブだったから自分のことを落としまくる人間だったので いいかなまあその参考にしてみて。ちょっと長くなっちゃったよ。やべやべ二 <laughs> 2番いこうか。で次は、自他です。自分と他人にほにゃららであること。まあ上と似てます、これは。おっとっと。ちょっとインクが危ないね。これは、素直であることです。自他に素直であること。で、これは、どっちかというと、他人に素直であることっていうのはちょっと俺の中では強いの。どっちかというと、こっちね。強くて、これはシンプルです。他人に言われた褒め言葉、素直に受け取るなってだけ。それだけです。 他人が褒めてくれたこと、何か言ってくれた言葉っていうのを素直に受け取りなって。いや、これさ、多分分かってくれる人いると思うんだけど、何か褒めてくれた時にさ、いや、それ本心じゃないでしょうって思っちゃう自分いませんいや、俺だけ俺の性格悪いのかなわかんないけど。あの、これ右入るから。思うんだよ。褒められた時に。え、それって本心って。<laughs> 思っちゃうんだけど。で、これもさっきと同じで、いつもさ、口うるさく言うけど、 この、しかって思っちゃう自分とか、本心って思っちゃう自分、嫌じゃん。できれば消えてほしいじゃん。でも、消えるのは無理だと思う。基本的に。だから、いていいよって。そう、思う。どっちも。本心って思っちゃう自分は今でもいるもん。いる。まあ、取材とか受けてて褒めてくれんだよ。なんか、このチャンネルのこと。いや、本当ですか仕事だから褒めてるんじゃないですかとか思っちゃう自分はいるんだけど、でも、それはいていいと。ただ、ただね、そいつはいるんだけれど、こいつだけで100になっちゃダメだよなって思う。 ちゃんと素直に受け取って。だその人が仕事かもしれない。もしかしたら嘘かもしれないけど、でもその人が思い浮かんで口に出してくれた大事な言葉なんだよ。みんなで LINE でね、届く場合もあるだろうけど、書いてくれた大事な言葉なんだよ。だからやっぱ素直に受け取んねえとで。素直に受け取って、それを自信にしちゃっていいと思うんだよね。そうそう、あ、俺ってすげえんだ、頑張れたんだ、今回、みたいなね。っていうふうにはなるといい。これも、まあほね、精神論です。どっちも、今のところはね。 だけれども、やっぱり意識すると変わる人は。でも意識しないとずっと変わらんもん。うん。ネガティブばっか受け取ってもつまんないじゃん。と思うからね。いいかな。で、えっ、ー、と、あ、これちょっとさ、どうしようかな。あの、下、下でいいかな。喋っちゃおう。あのね、ちょっとさ、ごめん、付け足していいこれね。みんなさ、占いって信じる占い。あるじゃん。よくさ、目覚ましテレビのさ、目覚まし占いとかさ、あるでしょ。ジップとかさ、あるじゃん。ああいう占いとか見ます朝。 で自分ね、昔、まあ、占いよく好きなんで、見てたんですよ。見てたんですけど、一時期から見なくなったんですよ。見なくなった。で、見なくなったんだけど、えっと、今は、占いの使い方が決まってて、俺の中では。あのね、えー、っと、あ、書き字間違った。いい情報しか受け取らないっていう。 もうこれが俺の中で絶対ルールなんです占いのは <laughs> いや。都合いいなって言われるかもしれないけど、例えばさ、占いがあっても何位とか出てくるじゃんか。で、それが嫌な情報書いてあったらもう無視です。無視無視。全然もう信じようとしない。でも、いい情報が書いてあったら、あ、今日いい日なんですか。アドナスみたいな。ぐらいでいるっていう。あとは、なんか順位の発表の仕方って多分チャンネルによって違うと思うんだけど、だいたい1位と12位が最後に残るじゃん。まあトップとラストが残る。で、 2位から発表する場合、多分2位から6位が先に発表されるんだよね。ちょっと書いちゃっていいごめん。2位から6位と、多分7から11位があと、こういう順番で発表されたら、俺、ここしか見ないから。ここしか見ない。2位から6位って上位だからさ、まあ自分だからいいよ。あ、今日いい日なのかもしんない。3月生まれ。みたいな感じで。で、ここ見ないんですよ。自分は。まあ見ても、マイナスの情報を、まあ書いてあるけど、まあ無視無視って思えたらいいんだけど、俺ちょっとあんまそんな強くなくて、 文字情報で、今日はなんかじゃ、なんか人間関係が悪そうって言われたら、人間関係悪くなっちゃうのかーっていう意識をしちゃう自分がいるのね、結構。だから極力見たくないんで、もう見ないんですよ。そう。じゃあどう思うかっていいここしか見ないんだよ。ここに入ってなかったら何て思うか。あ、俺1位なんだって思う、ずっと。よくできてるんだよね。これもね、もう洗脳です、俺の中で。自分のね。12位の可能性もあるよ、もちろん。確率的にはこっちの方が圧倒的に多い。いや、思いません。入ってませんって。 見てないから信じたもん勝ちだもん。っていうふうに占いを使います。そう。<laughs> まあこれはちょっと話それてるかもしれないけど他人から受けた情報じゃん占いなんて。それをプラスの解釈で素直に受け取るっていうね。<laughs> あれ伝わった大丈夫でもね俺これやってきてよかったと思ってるこれはもう何年だ多分10年以上前からずっともう続けてるんだけどこれに関しては。そう割と人って変わるなってここも思ったからね。まあ参考にしてみてください。 で、3番ですね。変わるのはほにゃららで、これは何かっていうと、変わるのは自分です。これはちょっと辛いことを言うんですが、他人は変わらない。これはすごく思っててください、まあ。みんなも気づいてるかもしれん。あえて書くわ。大事だから。他人は変わんないよ。っていうか、正しく言うね。正しく言う。と、変わらないんじゃなくて、変えるのがすごく大事。というか、変えると思うことが違うよと思ってる。 だってさ自分の気持ちさえコントロール難しいのに他人の気持ちなんかやっぱなかなかさ干渉できないって他人もそう思ってんだからそうだから例えばあることがまあ他人あの人間関係の続きでずっと人間関係ばっかじゃん学校もそうだけど生きてたら人間関係がいっぱいあるじゃん家族もそうだけどさで他人が変わってくれたらいいよできればで特に大人っていうのは年齢がいけばいくほど変わらない人はって思いますいろんな方に会ってきてすごく思うのはね でさそのこのじゃあ自分と他人がいたとしますとでここがうまくかみ合わなくてやだなやだなって思うかもしれないあの人が変わってくれたらいいなこうなったらいいなって思うぐらいだったらもうこの人に関して自分の考え方をやめるみたいなそもそももうあの人はもうああいう人だからもう干渉しません何も受け取りませんはいさようならみたいなでも別になんか一緒にいなきゃいけないことがあったら一緒にはいてあげるけどあなたの影響は受けませんみたいなねって割り切ってもいいかもしれない もしかしたらみんながそのね、他人の部分がすごく大事な人でどうしても変わってほしいと。ね、そう変わった方があの子の人生が良くなるからとか思うんだったら、あと頑張ったり、戦うね、ことは必要かもしれないけど、人、基本的に変わるのは自分いい。考え方、行動、意識、いくらでも変えられるから自分は。いいただ、人間って難しくてすぐには変わらない。いいかいスイッチポチッと押したら、OK、OK!B モードみたいにならないわけです。 そう。だから、コツ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 意識をして、ちょっとずつ意識をして、行動を変えて、習慣を変えていくしかないんだけれども、絶対変わるから。言い切ったけど、絶対変わるから。いいかなっていうふうに、まあ、このね、変わるのは自分だ。他人じゃねえぞって。自分が変われば自分がハッピーにできるから。っていうのを意識してください。で、4番です。4番は、ほにゃらら幸せ。ちょっとこれ、つなぎが悪かったね、言葉のね。これ、小さな幸せです。小さな幸せを。で、俺の中でこれが大事。 信じるっていう。幸せってさ、あ、俺あれだね。せっかくだからあの数字説明するか。うちのチャンネルってさ、俺よく51対49っていう言葉よく使うんですよ。新しい方多分、この数字見たけど何のことなんて思ってる方いますよね。これ自分が大事にしてる言葉で、人生は51%の幸福と49%の不幸でできてるって思ってるんです、俺は。だから、幸せなことも不幸せなことも同じぐらいの比率でやってきちゃうんですよ。49は不幸がある。 でも、絶対に僅差だけど、幸福、いいことの方が絶対に多くある人生は、って信じてる人間です。って思ってる。だからこの51対49よく使うんです、俺はね。で、これさ、例えば不幸が続いてる時自分も嫌なことがあった時に、いつも思う。思うのは、やべえって。ね、嫌なこと続いてんだよ落ち込んでんだよ落ち込んでんだけど、やべえ。この後、どんないいこと来ちゃうのって本気で思います。今は。 これはもう1 5 6年ぐらいかなもうこうやってずっと思い続けてるからそ,うそこまでいけたって話なんだけどあのね人ってこれ書くとこないんじゃない <laughs> えっとねちょっとこれインクがあれだけど不幸が続くじゃん不幸が続いた時に、まあ、もちろんさ幸せがやってほしいだけども何を願うかって不幸が続きすぎると大きな幸せを願っちゃうのよ え大きなハッピーなことを願いすぎてで、大きなハッピーなことってさ、まあ、幸せなことってキラキラしてるイメージじゃん。太陽みたいに輝いてるわけ。もうすんごい幸せだから。で、大きな幸せを願ってそこばっか見てると輝きすぎてて小さく光ってるもの見えなくなるんだよねあ。本当に小さな幸せに意識できなくなります。例えば、えっと、昨日じゃない、一昨日か。自分あの名古屋の方に出張で行ってたんですよ。で、多分、ツイッターで見た方もいるかもしれないんですけど出しますね。 これ、自分が新幹線の車窓の中からすごい綺麗な空だったんで、走ってる新幹線からパシャって撮ったやつなんですよ。まあ、10枚ぐらい撮り直しましたけど。で、撮ったやつの写真を載っけたんです。好きな空、な好きな空って投稿したかな。で、俺、もともと空と水がすごい好きなの。だから川に行ってね、あの、この前動画ありましたけど、あの、中学の時いじめ受けてた時には、河原に行って、あの、利根川の河原に行ってね。で、水を見てるのが好きだったんですよ。で、空と水を見るのがすごい好きで、 で例えば今日起きた時に「やべえ今日の空いい空だな」って思ったらもうそれがすごい幸せに感じるのなんか目ぇひらに思うこれってどう俺でもすごい大事なことだと思っててそうやって好きな空に出会えただけでもあ,あハッピーだなってそうやって小さな幸せを意識していられるから大きな幸せにも気付けると思ってこっちだと思ってる順番はすげえハッピーだって大好きな人とね付き合うことができたとかもうすごい幸せじゃん もちろん怒るよ、人生には。そういった瞬間も起こるけど、こういった小さな幸せを大事にしている人間が大きな幸せをつかむと思ってる。順番はこっちだって。俺の中では。だから、みんな、みんなにとって何が大事かわからん。わからないけど、よくね、ちょっとこれ、<laughs> あの、私のことかなって思われて、ちょっと気分害したらごめんなんだけど、たまにさ、俺ツイッターとかさ、俺、フォローバック、フォローバックはしないんだ,しないんだけど、 こう、リップくれた子のページとか結構飛んでみたりするのよ。その子が何考えてるのかなとか、最近どういうことがあったのかなって見て、ちょ気持ち悪かったらごめんね。も結構見るのが好きで。でさ、もちろん、ツイッターは好きなとこ、好きなことを書く場所だし、何書いてもいいんだよ。いいんだけれども、自分が今どんだけ不幸なのかっていうのを羅列して書いてる人。それは、できればこっちに振った方がいい。もちろん、愚痴るのも大事。 大事だよ。吐き出すのはもちろん大事なんだけど、こういった何が幸せなことが起こってるのかなっていうのを言葉にした方がいいよ。じゃないと気づく習慣がつかない。いいかな。不幸なことは人間起こるから。49%は不幸でできてんだから人生。でもそれ以上の51%の方をちゃんと見ていくっていうふうにしないと、って思います。<laughs> いいかな。精神論ばっかになっちゃってるけどね。で、最後は行動ですね。ほにゃららと言い続ける。ここは多分気づく方もいたかもしれない。インク出るかな。 あいけるね、えー、これは俺がいじめを受けてた中学の時から今でも続けてることです「運がいい」と言い続けるで今はちょっとあんまやんなくなりましたけど中学の時はみんなあの家に鏡あるでしょあ洗面台とかに鏡にいくんすよちょっと行きますね出ますねあなた鏡です皆さんありがとうございます鏡に映ってますでもう本当にいじめを受けててもう毎日死んだような顔してたら思ったもん俺目が死んでるっつってで死んだような顔してるけど「運がいいまだ運がいいから大丈夫」って言い続けたこのテンションで、ね。 毎日ね。で、今は、まあ、鏡には言わなくても、例えばさ、運転してるじゃん。運転してて、あの、信号やばい。なんかずっと青でいける。やっぱ俺って運がいいよね。とかっていう。さりげないとこで自分のことを運がいいって口に出すし、耳からも言えるっていう情報としては。もちろんあれよ、家族がいる時とか、あの、人前で言わなくていいからね。そんなことは言わなくていいんだけど、一人の場面だったらいくらでも言えるから。そして、運がいいって言い聞かせるって。これは運がいいじゃなくてもいいよ。何が言いたいかっていうと、自分のことをポジティブ情報。 ポジティブな情報で言い続けて洗脳してあげる。思い込ませてあげる。さっきと似てる。ツイッターもそう。ネガティブな情報とか自分の嫌なことばっかりを羅列して、それを、だって書いてる時点で脳にも思ってるんでしょで、目でも入れてるんでしょそれは思い込んじゃう、どんどん。あ、自分ってダメなやつだ、ダメなやつだ、ダメなやつだって。いい。もちろんそれの方が行きやすいっていうのはそれでもいい。止めはしないけど。でも今回この動画をさ、自分の機嫌を取る方法で動画を見たってことは、何か変えたいなって思ってる方がきっと見てくれてるはず。 だったら、苦しいか、これ最初苦しいよ、めっちゃ。虚しくなるから。自分でやってて、ね、何やってんだろうって、何も変わんねえよって思ったんだよ。で、俺は変わるのに結構かかってて、多分一年以上かかってるから、意識変わるのに。でも、こうやって変わったんだよね。まあ今回全体的に言えるのは変わるから、人は。人は変わるんだ、絶対に。で、それは、変わるっていうことを信じてる人。自分は変われるぞって。信じる人、治 <laughs> った。信じれる人が、やっぱりその結果を掴むというか。 うん、まあもちろん行動に移せるのもそういう方だからね。と思いますので、まあちょっとね、参考になっている部分があるかはわからないんだけれども、まあ自分はこういうふうに考えて生きてきてる。そうしたらこういうふうな感じになったよっていうタイプなので、まあよかったらね、あの、参考になる部分だけやってください。全部真似する必要ないからねいいか。参考になるとこだけ、気になったとこだけ、みんなの生活に入れてもらえたらと思います。はい、ということで、駆け足、駆け足でしかも長かったけどね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。 あの、6月最初にも言いましたけど、本当に苦しむ時期です。で、いっぱい苦しんでくれっていうのは辛いかもしれないけど、苦しみながら、苦しんでる中で、自分のモチベーションとか、まあ機嫌もそうだけど、それをコントロールすべっていうのをつかめるようになったら、本当に後々すごい楽になる。特に受験生なんかもっと苦しくなるからね。で、もっと苦しくなった時に、この時の経験がすごく生きてくる。絶対に6月に苦しんでよかったって思うから。 思うから、もうちょっと向き合って頑張ってください。しんどい,あしんどいと思うけど、耐えてください。それが夏とか冬とかに、ね春、桜が咲いた春に、えっとなんだ、この世をやってよかったって思いますので、ぜひ、踏ん張ってもらえたらと思います。ということで、また来週の動画でお会いしましょう。それじゃあ、またね。ありがとうございました。バイバイ